さあ始まりましたフィルズ TV 今回第4弾ということで、はい、イエイイエイ4回目です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 けど4回目なのに逆にちょっと間が悪くなっちゃう、はい、ちゃんとやろうとしてそうです、すいませんということでちょっと今回も柴田さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします、お願いします。進行させていただきますアナウンサーの柴田です。さあということでですね、この番組はデュアルキャリアを持つゲストに招待しまして、さまざまな角度の企画からその人の魅力を深掘っていこうというテーマの番組となっております。大好評企画の第4弾、4弾ですね、早いですね。今回のゲストなんですけれども、はい、非常に楽しみですね、はい、もちろんです。毎回めちゃくちゃ楽しみです、はいはい、ではですね、お招きいたしましょう。今回のゲストは八代亜月さんです、どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。八代亜月さんはですね、月刊 PV 2000万超えの漫画ブログを運営する超売れっ子ウェブ漫画でありながら複数の会社を経営するなど漫画家の枠を超え多方面で活躍している人気クリエイター。はい、言われていますが、はい、のほどは分かりません。知恵のほどそれもかなりですね、深掘っていこうと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ、岩瀬さん。はい、もちろんやはりこう今回の企画のコンセプトであるそのデュアルキャリア、もうなんならもうマルチプレイヤーとしていろんなことされているっていうところがまずやはりありますし、いろんな意味でも今をときめく方だなというまあ、令和の炎上芸人って言われたり代表なんですよ、代表か。もう今、まあ、そうですね、その後に起きたちょっともう炎上に全て持ってられたんですけどはい、そうですね、一時はちょっと時の人としてね、はい、やらせていただきました。はい、総合的にいろいろちょっとお伺いしたいなと思います。はい、お願いします。お呼びさせていただきました。はい、さあ、ではですね、企画に参りましょうか。八代亜月さんの人生グラフで紐解こう。さあ、ということでですね、今回また八代さんにですね、グラフをですね、はい、書いていただきましたので、八代さんの人生グラフオープン。はい、こちらです。まあ、勝手に言うと3回死んでる感じですよね、これはね。あ、そうです。直近で一番深い死が。直近で一番深い。かなり気になるポイントがね、多いんですけど、そこを見た感じ、岩さんいかがですか？ジェットコースター、長島スパーランドでこういう、あ、ありますね、ジェットコースターにいました。あと、すごい変動が激しい株価とかね。絶対投資してはいけない会社の株価。あ、確かに危ないですね。はい、でも、儲かりはしますよね、頑張る。あ、確かにね。どこで使うかですね。どこで使うかです。はい、塩漬けしてもいいわけです。グラフに死って書いてあるの初めて見ましたね。マジですか、みんな書かないですか？みんな書いてないですね。確かにぬるいと思います。そうですね、確かにみんなギャル系の人が1、2回死んでるんで。あ、それはそうかもしれない。確かに確かに確かに、これも真実のグラフですではですね、生まれてから、まあ、今までのですねグラフになっているわけですが、はい、一つ一つですね紐解いていこうと思います。まずは、まあ、生誕からですね幼少期すごいペースで下っているなという感じもあるんですが、まず生まれた直後からお伺いしたいと思います。いや、これね、生まれた直後、最初低かったらめちゃ上げたんですけど、これ、はい、僕、家が良かったんですよ。ああ、そうですか。家がめちゃくちゃ良くて、はいはいはい、住み隠さず言えば、もう親が金持ちだったんですよ。なるほど。親がバカ金持ってたんで、これはグッドだなと思って、グッドしてました。親がちは成功したから。また炎上したんですけど、大丈夫ですよね。親が金持ちで俺は何も悪くないんで。まあ、そうですね。確かに。で、あと、お母さんがすごい性格いい人。まあ、僕よく漫画にしたいんですけど、まあ、基本的に僕がやることなすこと全てを肯定してくれて、犯罪以外はそう肯定してくれて、まあ、なんか縛りがない人生というか、何でも自分がやりたいことを好きにやらせてくれたっていう意味で、今の例えば創作活動とかにつながってる部分が結構あるので、そういう意味では、まあ、スタートは良かった、ゲームスタートはすごい良かったみたいな、はいはいはい、感じで。はい、これ、はい、まあ、その後、お母様方であったりとか、はい、親の勧めで幼少期から劇団に入って、あ、そうですね、はい、割とこう高校時代までは劇団でしか発言できないような内気な少年だったといただいておりますが、うん、そう、まあそうですね、確かに、まあ、なんか劇団自体は僕もやりたかったっていうのがあって、今でこそ人前で結構喋る仕事をするしますけど、昔はなんかそういう劇団員って結構、まあ、多重人格になるじゃないですか、別に人を演じるんで別の人の人生演じられるとか、だからそういうとこだったらすごいスラスラ喋れたりとかっていうのがあったけど、なんか学校とかで素で話すとめっちゃ手震えるみたいな感じとか、全然なんか魅力とかなかったりみたいな感じ。今のね、その漫画家とは結びつかないところなのかなというふうに思うんですが、うん、確かにそうですね、劇団が劇団が、はい、ただその後、中学時代にやって、はい、落書きをしていたと、うん、あります、うん、
1度目の死を迎えられた。そうなんですよね、ここが中学時代はマジで死でしたね。どういったこと、まあ、あんまないですよ、生まれてからまずいきなり下り坂っていう人生がですね。ひっくれたんですよ、初めて、まあ、ヤンキーとかじゃなくて、普通に中二病になってしっかりとオンラインゲームってあっちゃいけないもんでやってしまって中学時代に。そこから普通に不登校気味になって、うん、で、なんか原宿とかに行った時に、なんかマジでようわからん仲間やっちゃって、はい、全身鎖巻きつけてる系の人たち。そんな人いるっけ。いや、見たことないですよ。だからその、本当ですか。とかでもなく、まあ、中二病っすよね、中二病で。あ、はい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 、俺、原宿でなんか漆黒のディランタみたいな名前ついてあって、漆黒のディランタみたいな、超憧れちゃって、俺。はいはいはい、団体と首をつけてるすげえかっこいいみたいな。あー、なるほど。で、俺もはこういうファッションしてみてってなって、で、学校もサポートしたんで、なんか学校のベルト、中学の時のベルトあるじゃないですか、はい、ベルトを首に巻いて、あの首輪の振りとかしたら金がなかったから。あ、なるほどなるほど。で、はい、ドラッグストアで眼帯が黒くなって、で黒い眼帯つけて原宿歩いてて、ヤンキーに絡めるとか、はい、そういうのをやってたんですよ。その当時絡んだヤンキーがこちらです。いや違う、使われてください。何回かやられてると思う。その時東京いないですね。まあ、ただそこでまあ、ね、いろんな人と出会って、まあ、大人の人と出会うことがあって、はい、そこでちょっとなんかあの大人とのコミュニケーションも、まあ、間違ったやり方も接したとかで、でその漆黒のディランダルはかっこいいと思ったけど、はい、その辺のコミュニケーションだったのが分かって、ちょっと僕なんかその泣いちゃって、そのコミュニケーションが外れたって事件なんですけど。ただ聞いてる情報によりますと、この中学時代、まあ、いろんなことがありましたが、まあ、あの今の漫画家に通じる結構落書きとか絵を描く、結構この頃から好きだったんです。まあ、よく、まあ、ある、まあ、大体ちょっとあると思うんですけど、まあ、休み時間とか授業中とかに落書きしたりとか、はい、当時あるバトルロワイヤルって漫画描いてた、はい、絵の画で、なんかクラスのやつらが全員殺し合いするみたいな漫画を描いてたんですけど、クラスの演技に俺を優勝するなきゃ殺すって言われて、そいつが優勝する漫画そいつがヘリで島を爆破して優勝するっていう、なんかそういうやつという漫画を描かされたこととかありました。描かされましたね。やば。絶対に俺優勝させるよみたいな。圧力やばい。いや、その頃から原作力が見かかる。原作力っていうか、そいつが原作だったんですけど、こう、はいはいはい、どうやってこいつを優勝すればいいんだみたいなストーリーを描いて、そう、そこからちょっとギャグ漫画入りになったんで、はい、まあ、ちょっと今に通じるところは少しあるかもしれないですね。それ結構ルーツというか、まあ、そういった思いも、まあ、その後にですね、繋がってくると絵を一切描かなくなるという情報からですね、いただいているんですが、どんな高校時代だったんですか。中学と高校時代は、まあ、市からずっと続いてるんですけど、まあ、はい、本当に基本的に市でした。基本的に高校は本当に全然行ってなかった。まあ、普通に高校で耐えたみたいな。そう、それこそ、そしたらあまりこの時期の友達のとの今のお付き合いってあんまりない。ほぼほぼないです。この時期の友達はみんなネット系の友達です。マジで。そうだ、学校サボって朝お母さんのお弁当もらって、寝カフェに行って、寝カフェで飯ベッド食いながらラグナロコンラインをやるみたいな。はい、そういうのが続けてて、逆にその時のそのネット、まあ、ゲームで繋がった方と今も繋がってるんですか。いや、もうあんなやつ誰も知らない。自分で知ってるんですか。いや、本当にダメな人間しかいなかった。分かんない、ちゃんと知った人もいたんですけど、なんか本当に20時間ゲームやってたんで、20時間ゲームやってる人間に付き合ってる人間絶対ろくなやつないんですよ。まあ、全員ダメで、まあ、1人2人ぐらいはたまに連絡取る人とか、まあ、僕がメディアとか出るようになってから連絡してきてくれた人がいて、そうで、すげえ懐かしいなと思ったら一瞬で金貸せって言われたりとか、そういう癖しかいないっていう、ちゃんとなんかちゃんとみんな困ってるっていうね。でもまあいい経験にもなって、いや、なってねえよ。いや。そしてそんな高校時代を過ごしていたんですが、大学受験になります。大学受験は英語面接の順位で3位だった、はい、そうですね、上から3位だったんですよ。いや、もう英語面接って嘘つきは入れるんで、もうなんかすべて英語面接ってあれですよ、あの面接だけじゃないですか。俺勉強は好きじゃなかったんですよ、はい、で、なんか面接だけで入ろうと思って、まあ、まずなんか入った瞬間に入ろうとして、このサークルに入って、この教授の下についてすべてを俺はこの大学に注げますみたいな感じで、もうなんか心臓を捧げますみたいな感じで、進撃のレベルの感じももう入って、入った瞬間に何もしなかった。秒で呼び出されました。君言ってること違いない。でも入ったもん勝ちだったんで。そうですよね、日本大学ってそうなんですよ、うん、やっぱりそう、入ったもん勝ちだった。入ってからは結構出るのがあるんで、もうとてつもなく間違えて取りました。もう人事が大学じゃないの。マジで失敗したみたいな。そう言われたんですけど、でも結局あの大学はすごい、なんかその情報系の大学だったんで、その友達がめちゃくちゃいっぱいできて、よくいるそのサークルに1個も入ってないけどめっちゃ友達いるタイプの人間になったんですよね。
ですよ、なんか、うん、そうで、なんかその大学入って、まあ、劇団入ってたのもあるし、そのネトゲとか原宿とかでよくわからんお兄ちゃんが住んでたこともあって、微妙にコミュ力があるって気づいたんですよ。うん、限界オタクみたいなのしかなくて大学に、はいはい、で、あ、こんな人話せないやついっぱいいるんだよみたいな、なんか、はい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 、そうだからもう俺が話さないと誰も話さないみたいな感じになっちゃったんですよ。なんかオタクすぎて全員、うん、なんか話すしかなくなって俺が、はいはいはい、そこでちょっとなんかその話したりとか、なんか微妙に引っ張っていく感じとかっていうのをちょっと学んだ感じで、そのコンテンツ作ったりとか、はい、でも本当にそのすごい子供に来てちょっと楽しいなっていうところが、学校楽しいなっていうのが初めて出てきたんですけど、カツアゲされない、あ、まあ、すごい、カツアゲされねえんだと思って、大学生なんですすげえなこの大学受験から、まあ、大学生活の話少しお話伺いましたが、はい、まずこの面接っていうものは、岩、うん、さんも、はい、経営者として、まあ、はい、入社面接みたいな、はい、いろんな創作話というか、はい、ちょっと持ってるみたいな方もいらっしゃるかもしれません。そういう時にこう話を聞く側として大事にしてることって何かあったりします？いや、難しいっすよね。なんか結局入ってみないと分かんないとか思ってるんで、俺は多分倒せないと思います、はい、入ってきたから全て破壊するかもしれないですけどマジで就活とかもそうなんですけど、面接一回もしないんですよ、はい、すごい。そう、面接一回もしないけど次の日遅刻とかして落ちるっていうのが、あ、はい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 、面接俺 100% 突破できてて、あー、なるほど。いや、分かんないですよね、正直やっぱり嫌ですよね、こういうクリップね。いや、どうですかね、多分マジで嫌だと思います。でもなんか何ができるかどうかっていうよりも、うん、あ、なんかこの人と一緒に働いてたら面白そうだなみたいなところが大事なんですか、ね。そういう意味で言うと、僕は基本的に過去よりも未来のことをどれだけ考えてるかとか話ができるかの方が大事にしますね、うん、今まで何やってきたは結構僕なんか何なら履歴書いらないよってよく言うんですけど、うん、ここから何したい、どうしたい、うちの会社のこと何をしてて、うちの会社は君が入ったらどうなるの、どうしたいのみたいなところを聞いて、まあ、そこに対してある程度考えがあったりすれば、まあ一回やってみようかみたいな、やってみないと分かんないしねみたいな感じが多いです、はい。まあ、未来についての方が大事にしてるっていうのはあるかもしれないですね、うん。そういう意味では、八代さんはそのやるかやらないかは別にして、その何をしようっていうビジョンを人にこう伝えるのは、ストーリーをやっぱり書いてきた経験も含めて、そうです、それが得意だったかもしれない。道を踏み外したら詐欺師として大切してっていうぐらい言われるぐらいには、まあ、それは得意分野ではあるんで、そう、まあ、その大学時代だったということなんですが、まあ、学内のお話をお伺いしました、うん、アルバイトなどもされていたということなんですが、はい、じゃあいかがでしょう。あ、まあ、ドラッグストアにずっといたのと、あと何て言うの、イベントさ、そうですね、前の、同人誌と呼ばれる漫画のアルバイト、そうですね、人整備とかそっちの、うん、まだあの、コミケスタッフ的なやつですよね。あ、はいはいはい、コミケではですけど、まあ、ちっちゃい即売会のスタッフとかをやって、まあ、オタク的なコミュニティをやってたっていうのと、あともう本当になんか高校1年から大学卒業までずっとドラッグストアに行って、元の無限にそこで働いてました。主になんか中国人とかが髪をむつんで住んでくるんで、それにカラーボールを投げたりとか、めっちゃ楽しそう、モンスターハンターみたいなこと、本当にそうなんですよ、盗まれるんです。集団でタークにいるから、そう、あー、なるほど。そう、ミルクとかめっちゃ盗まれて、集団セットとか本当にあったんで、やば、そう、めちゃくちゃだから車とかをかけたりとかすごいしてます。へー特に横浜港があったんで、はいはい、そういうやつからめちゃくちゃ来たんですよ。へぇー、そう、本当に、本当にあの時ひどかったです、マジで。やば、いや、本当に濃いね、まあ、ここまで20歳ぐらいまでの話なんですけど、濃いなと思うんです。柳瀬、うんうん、聞いてていかがですか。いや、濃いっすよね。濃いっすよね、本当に。でもなんかちょっと僕が全く知らない世界観なんで、聞いててめちゃくちゃ面白いですね。ああ、はい、そうです、そこら辺を倒す側でしたもんね。3日以上待ち構えてみたいな。何をしたんですか、当時は。当時ですか。当時は僕は、そうですね、僕もコミュニティをやってましたね。コミュニティをやってました、僕も。リベンジャーズ的な、あ、そうです、まあ、コミュニティは、いろんなで、みんなでいろんな街を徘徊するっていう、はい、そうです、そうです、お散歩ね、お散歩、お散歩、そうです、パトロール、パトロールみたいな、そう、散歩して、ツーリングと、あ、ツーリングですね、あ、そうです、そうです、環境に配慮した、そうです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 、たまになんか、そうです、そうです、ちょっと大きな音出したりみたいな、そうです、いろんな国のちょっとなんか赤いね、点灯したりとか、たまに追っかけてきたりとか、そう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 、そうカーチェイス的な、カーチェイス的なね、まあ、そうっすね。青春だと思いますよ、普通に。え、いいっすよね、それも青春ですよ、まあ、間違いです。いろんな経験がね、まあ、今にはつながっているというところあると思いますけど、ね、いろんな方がいて、そういう社会が成り立っていると思います。そういうの前だ。さあ、ここまでですね、二十歳頃まで、お話を伺ったんですが、続いて大学卒業後のお話をお伺いしようと思います、うん、いよいよ社会に出ていくわけですね、うん、社会に出てからどんな、まずは、人生をお送りになったりしますか。このぐらい、このちょっと上がるぐらいだったんですけど、まあ、あの就活は割としてて、で、まあ、面接もうまかったんで、そう、
まあ、内定もいくつかもらったりとかしてたんですけど、うん、やっぱりなんか最終面接遅刻とかするんで落ちるんですよ最後。あそうです、ね、めちゃくちゃ落ちたい。あと俺あれが見てたんですよ、その集団面接。あ集団面接が嫌すぎて俺1次試験受かって2次試験集団面接だったらバクれたんですよ完全に。集団面接バクれるか会社に連絡して個人にして俺だけっつって行って手なんか落とされるみたいなことやってて、でそこでセデックっていうなんかその港未来でやってるゲーム業界のカンファレンスみたいなのがあって、でなんか企画をそこに出すみたいなコンテクストがあったんですよ、はい、でそれ当日の朝に知って、あなんか暇だから考えて出すかって言ったら学生1位になったんですよ。社会人とか出してるゲーム企画の中で学生1位を取って、うん、全体に学生1位っていうのを取って、そしたらなんかいろんなゲーム会社からオファーが来たんですよ、うち働かないから。で、あやったと思って、これ就活スキップだと思っていろんな会社見に行って、で一番なんか綺麗で給料高かったみたいなのつって、うん、でそこにとりあえず内定をいただいて、ゲームクリエイターというかゲームプランナー読者としてのキャリアがスタートしたという感じですね。社会人の第一歩ゲームプランナー。そうです、プランナーです。プランナーで入って、でまあ半年でやりました。なるほど。 それはどうしてですか。いやもう朝起きれなすぎたんですよ。あはは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 、起きれなかったんですよ。ただその半年でやめた時になぜかセガからリクルートが来て、そうで、なんかセガに入ったの。へぇー、すごっ。2社目セガです。で、セガ入ってめっちゃドヤ顔でフェイスブックに来ました。その前の会社です。お世話入りましたっつって、すいませんすいませんって言って、めっちゃドヤ顔してすげえなんかブロックされたんですけど、この会社はそうで、そこでセガで第二のキャリアとしてプランナーから入って、で、まあその時ぐらいから漫画を描き始めたんですよ。へぇー、もうちょっと趣味みたいな。趣味ですね。その、まあ、大学4年ぐらいの時に初めて同時に出したんですよ、うん、そうで全然当時絵下手で、僕絵全然描けてない人だったんで、だ友達が同人誌を出してたから面白いなと思って、で当時就活氷河期だったんですよね、3、1とかで、うん、でなんかその就活の同人誌みたいなの描いたらめちゃくちゃ売れたんですよ、それが、うん、マッチしたのが。で死ぬほど儲かって、まあ、大学生にして100万円ぐらいで結構でかい金額なんですけど、100万ぐらい儲かって、あこれ同人作家としてやれるやんと思って、まあ、結局それは続かずに就活しちゃって就職しちゃったんですけど、そこで同人誌の楽しいなっていうのを覚えて、ちょこちょこ絵を描き始めて、そのセガに入ってる頃ぐらいからそのなんかツイッターに画像投稿できるようになったぐらいだったんで、ツイッターで漫画をちらほら描き始めて上げ始めたっていうのがこのぐらいです。でこの、まあ、入社まだ若手 その社員時代ですね、2014年ですね、はい、このツイッターの他にですね、動画投稿サイト LINE に投稿された動画でリアルタイムランキングで一時再生回数世界1位を獲得。セリオスのやつですよね。はい、他に見つかった、他に見つかったね。あれはマジで偶然の産物。すごいっすよね。だからあれでやっぱバズって、で漫画もやっぱそれで見てくれる人が増えてっていうのが始まりです。そこからちょっとアカウントがまあ多少フォロワーが増えてきたりして、うん、あツイッター面白いみたいになって、でもちろんで、まあ、それだけじゃ全然稼げないんで、普通に世界で働きつつ、ちらほら漫画を上げながらっていう感じのやつをやっていきました、ね。規模はもうしっかり朝切られて無理ですよ。でただ多少やっぱ大企業なんで緩いんですよ。ああそうで、緩くて俺セガはマジ企画特化で入ったんで、こいつはなんか社会常識ないけど企画力だけはすごいみたいな扱いをされてて、はいはいはい、だから本当にその企画とかを無理に出す人として入れてもらって、はいはい、で最終的に今ディレクターぐらいまでになったんですけど、そう、まあ、楽しかった。セガは本当にいい会社です。今もセガになってるからすごいところに行きましたけど、めちゃくちゃセガは本当にいい会社でした。素晴らしい会社だと思います。はい、岩さん、経営の目線から見ても、はい、適材適所っていうのがすごく大事ですね。はい、いや大事だと思いますし、僕ももし八代さんを例えばもし雇う側としてやらせていただくとなったら、もうかなりもう自由にもうフレックスみたいな感じでやってもらうと思います。なんでやっぱりその時間に縛られるのとか絶対得意じゃないじゃないですか、うん、僕もそうなんですけど、はい、そういう人たちでもなんかすごいやっぱり力を発揮するポイントとはむちゃくちゃ発揮するわけじゃないですか、うん、やっぱりそこにうまくなんか力が出るような働き方だったりとか、まあ、その人用のルールだったりとか、もちろんその他の人が納得できるようなちゃんとうまくバランス持ったルールしなきゃいけないんですけど、まあ、そういうのをやっぱ用意するかしないかっていうのはある意味経営のポイントというか、経営者としての能力だと思うので、そうですね、最高なんですよね。それだから普通の会社員の人ってめちゃくちゃ才能あると僕思ってて、朝起きて普通に会社毎日行くのって才能なんですよ、マジで。いや、思います。だからまあそれも才能なんですよ、当たり前。なんか普通ってそれ言うかもしれないですけど、それってめちゃくちゃ才能だと思って、はい、だから結局その才能がある人はそれやってて、それを突き抜ければよくて、で逆になんかクリエイティブなところに尖ってる人とかっていうのはそっちに才能があるんで、だから結局今それができる時代なんで、はい、そこはだからやっぱり自分にマッチできる働き方っていうのがね、はい、こうしていけばいいかなって思います。そうですよね、うん、思いますね。だからその
今八代さんはその後もうまだね若手のね頃ではありますが、どんどんとですね、まあ、活躍をしていくわけです。2017年の9月にはコミックスマートの運営のつぶやき、はい、ガンマのプロデューサーに就任。あ、その頃ぐらいに会社が出たのかな。会社その後ですね、2017年10月漫画家のインフルエンサーマーケティングを手掛ける会社ワークの執行役員に就任。その頃多分もう辞めてるな会社で。もうセガから一旦、離れて、そうセガ辞めたのが、その漫画そう、初めて連載の仕事が決まったりとかし始めたんですよ、あのセガにいる時に。で、まあ、普通に副業禁止だったことか分かんないですけど、まあ、禁止でも全然俺やるんですけど、ね、で漫画家が来始めてて、で漫画家だんだん忙しくなってきたんですよ。でやっぱゲームを作る仕事より漫画の方が楽しかったと思ってて、まあ、それがなぜかっていうと01なのがあって、あとゲーム業界ってやっぱりチーム戦じゃないですか。そうでやっぱなんか俺は結局ゼロから俺が楽しいと思ったものを世に出したい人間だったんですけど、ゲームになるとそれってやっぱ大人の事情とか、まあ、お金の問題とかコンプラとかが入って全部を触れて出せないんですか、はい、そうっていうのがちょっと俺は嫌だった。もちろんそれって素晴らしいことだし仕事で当たり前なんですけど、俺には向いてないなと思って、だったら俺漫画に結構振り切りたいなっていう風な気持ちがあったんで、まあ普通に業務時間中に漫画を決まってたんですよ。そしたら背中からも給料もらえて漫画からも給料もらえて、まあ、めちゃくちゃ稼げるやと思ってやったーと思って死ぬほど漫画描いてたら、まあもちろん仕事しないわけなんですよ。これワンチャンバレないんじゃないかと思ったらバレて、そうでしょ、俺は仕事してなくないみたいなで、結構怒られ始めたんで、はい、やばいと思って。でも、まあ、僕はそこで、そのセガの給料を漫画の給料を抜いたらやめようと思うんですよ。はい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 、割と安定志向だったんで、はいはいはい、その、すぐ飛び立ってると思ってなくて、ちゃんと給料結構もらってたんで、はい、で、給料を抜いた瞬間やめようと思ったら、セガの給料下がり始めて、しっかり後ろで、査定で下げられて、で、下げられた瞬間、漫画の給料抜いたんで、おっしゃ、やめようっつって、よっしゃ、やめるぞっつったら、なんか、マジで頭おかしやめとけみたいなこと言われたんですけど、はい、いや、なんか、全然やめますって言って、そう、で、やめて、でフリーになったって感じですね。そこから初めて初のフリーランスとして、それがこの2回目の4月なんですよ。すごい、まあ、2回目の4は多分27、28とか、もうちょっとこれごめんなさい、ずっと言っちゃいましたけど、これは1回炎上したんですよ、僕。またなんか、あ、そうですか。そう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 、2019年に法人化をして代表取締役になったんですが、まあ、その頃ですね。そうになんかこれはマジ巻き込まれみたいな感じで、はい、穴行き問題みたいなやつ、なんか PR 問題みたいなの炎上して、でも初めてここで人生初の炎上を経験したんで、はい、普通にへこんだんですよ。あ、ちゃんとへこんだんですよ。なんかそうだから2回別に来なかったんですけど、めちゃくちゃへこんでるんですけどね。あの人生的ない、あ、グラフ人生的ない、あ、メンタル的な、これまでメンタルも行くんで、なんか炎上ってこんななるねんやと思って、そう、バカほどへこんだ時期ですね。あ、なるほど。そういう意味ではその、あのメンタリティ的には人生でも一番へこんだ時期、うん、だからなんかハワイとかに行ったんですよ、普通に。あ、そうです。なんかハワイ行けばなんか復活するかなと思って、そう、行ったらなんかちゃんと復活しました。あ、そうですか。人間が辛い時はなんか、そういう旅行とかに行った方がいいな。あ、わかりますね。そうです。なんか普通になんか100万ぐらい使って家族全員連れてハワイにビジネスクラスで行って豪遊したんですよ、めちゃくちゃ、はい、そしたらなんか普通に復活しました。いや大事っすよね、確かに、うん、なんか当時はだから本当に街を行ってもなんか、いや、石川崎だめと思って言われてたんで、いや、ハワイ行ったら言われないと思ったらハワイ日本人いすぎって言われてたんですよ。なんなんだよ、日本人しかいない、ここみたいな感じになって。確かに。そう、でもそこで一回炎上しても第2の死を迎え、一回迎えみたいな、はい、ハワイをきっかけに、ただ、うん、復活というか、そうですね、まあ、またここから漫画とか書き始めたりとか、またいろいろ仕事が来たりとかで、普通にフォロワーさんも増えたりとか、まあ、これもらって、まあ、楽しい時期ですよね、うん、なんか自分のやりたいことが仕事になって、うん、そう、まあ、いろんな足場さんも含めていろんな人と知り合えて、はい、そう、まあ、こういうことして本当にいろんな人と知り合えじゃないですか、はい、でみんなやっぱ多彩な人たちなんで、はい、いろんな刺激ももらえるし、はい、まあ、だからやっぱ学生時代よりも友達増えるみたいな、そう、だから理想的な生活ができてるなっていうのがありましたね。そして直近の、ね、話じゃないですが、はい、まあ、3度目の、はい、3度目の死ですね。はい、ですね、ですが、僕はもう思わないしたんですけど、ちょっと突き抜けた感じの死があったんですけど、これはなんか、マジであんまり、なんか、メンタリティ的には。あ、そうなんですよ。何もなかったんですよ。何も感じなかった。何も感じなかったし、いや別に俺、これからさん嫌いじゃないでしょ、これ名前出してるか分かんないけど、そう、配信者、この配信者、俺、別になんか、あれはでも仕事だからしょうがないだろうみたいな、でもなんか、結構俺がだから、この時期、立場として企業とかあるのが多すぎたんで、そこら辺すごい、やっぱ大変なんですよ、だから、やっぱ経営とかもしてると、やっぱ炎上した時って、すごいそっちのケアが大変で、俺よりやっぱ周りなんですよね、その周りの人巻き込んじゃったりとかの申し訳なさすぐあったから、はいはいはい、それに関して、めちゃくちゃ頑張ってケアしたりとか、事実、こんなとこだ、事実、こんなとこだ、してくれて、動いたりとかっていうのをめちゃくちゃ頑張っていうのがありましたね。まあまあ、でも俺も悪い部分これ全然あるんで、そう、まあこれはちょっとね、遊びすぎた。
これはやっぱりいろいろね、掘り話いろんな言われないことがやっぱり書かれてる。あ、まあ全然ありましたよ。でも別に言われないことって書かれて当たり前なんで、ネット社会って、まあ、でそれで一日仕込んでたらもう終わりですよ、普通に。あそうで、あのフォロワーとかもめっちゃ減ったんですよ、普通に炎上されるんで、基本的に。ただまあフォロワー減ったけど、周りの人が人目にならなかったっていうのはこれは本当に嬉しくて、だからもう10万人フォロワー減るのと周りの人5人減だったら講師の方が嫌じゃないですか。確かに、そう、まあ、リアルな繋がりがあるんで。俺が炎上して柴田さんとかこいつもダメだわみたいなこと言ったら超悲しいじゃん。そういうのは なかったから、本当にだからやっぱ結局周りの人がいてくれるなら別に大丈夫だっていうのもあるし、はい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 、そう、もちろんなんか嫌な気持ちとかになりましたけど、そう、まあ、あとなんか歌舞伎町歩いてたらいきなりなんか知らんボスに肩つかまれて、俺はお前のこと応援してっからっつってすげえいいやつ、お、すげえいいやつだと思って、なんかお前いろいろあるけど俺は好きだからとか言って、ループなんかウィーンって言っちゃってもうすげえお前らもれなこいつなんじゃないですか。まあでもなんかね、まあこういうこともあります、人生って。こういう人生ってあるんですよ、これこそって。そう、まあでも別にこれはもうある種コンテンツ、エンタメとしてね、僕はもう消化できてるっていうのは。あと炎上ってマジでどんだけ燃えても1ヶ月で収まるんですよね。ただ僕は人殺したりとかしたら無理ですけど、あ、まあ、別に犯罪行為はしてないっていうのもあるんで、なんか本当に1ヶ月ぐらいで収まるっていうのもあったし、うん、それはもう学んでるんで、この2回目の死とかで、まあそれ、これがでか1回死を経験してるんで、2回目。なるほど。あまりそこら辺を気にするところがなかったかなっていうか、あんまり考えない。もちろんへこむことはありますよ。炎上したらへこまない人間っていないんですよ、はいはい、そう、へこみはするんですけど、そのへこみのダメージというか、なんかその持続率がすごい低かった、立ち直り方が、はい、早かったなという感じですね。その立ち直りで、まあ、今後になっていくんですかね。これは別にあの1回下がったら上がるしかないというんですけど、うんうん、まあ、まあね、倒産しない限り株価とか株の買い時取りってするので、ね、そう、今今企業案件めちゃくちゃ安く受けたりとかして、あ、そうですよ、今勝手に営業みたいな感じ、炎上制度が勝手にやって営業してるんですけど、そう、なんかあった仕事だぜ、ね、いや、価値であるんですよ、ね、あ、ありがとう。じゃあその話は仕事でしないんですけど、はい、まあ、結局でもなんかそうなんですよね、下がるところまで下がったら、あと上がるところまで上がるしかないんで、うんうんうん、あとまあ別になんか楽しいんで普通に。あー、すごいですね、やっぱメンタル強いですね、メンタル強い、やっぱメンタル強くなかったら友達死んでるんですよ。メンタルはめちゃくちゃ周りに強いって言われるんですけど、どうなんですかね、なんか考え方、発想を変えてるとかっていう、まあ、元々うちの母さんにも言われたことがあって、まあ、知らなきゃいいよみたいな話も結構あったんですよ。だから本当に昔俺がなんか漫画とかにもしたんですけど、永久にその逆上がりができなくて死ぬほど病んでたことがあって、小学生で マジ病みしてたんですよ。深夜の公園でお泣きしてたんですけど、逆上がりができなくても死なないでしょみたいな、死ななきゃいいじゃんみたいなこと言われた時に、確かに死なないよって思って、最悪なの死じゃないですか、そうですね、死んだら終わりなんで普通に、はい、そう、でどんだけ燃えてフォロワー例えばゼロになっても別に死にはしないじゃないですか、はい、そう、で特にまあ今の日本って、まあ、まあ情勢ちょっと悪いっていうのはあるけど、でもなんか別になんかどうにでもなるので、うん、別にあと別にいくらそこであの人気が落ちたりフォロワー減ったりとかしても、これまで気づいてきたものとか経験は絶対あるじゃないですか、そうそうそのツイッターをフォロワー伸ばしてきたりとか、まあ、一人でうまく稼いできたっていう経験はあるんで、死にはしないっていうのがあるんで、だったら逆に何をしようかとか、うん、そう、炎上したらじゃあ逆にそれをどうコンテンツにしようかみたいな部分っていうのに頭を使った方が、はい、へこんでるより結果がいい、うん、へこんでるの何もない、うん、なさすぎる虚無の時間なんですよ、へこむのってマジで、まあそうですね、そう、本当に虚無の時間になっちゃうんで、だったらもう逆にどう無職してやろうかって考えた方が絶対未来はいいなっていう気もマインドになったなって言ってますね、まあ、っていう意味ではまあまあ上がり続けるっていう部分かな、はい、ここまで人生、まあ、かなりこうキーワードになるとかね、そのコミュニケーション力であったりとか、はい、まあ、そういった、まあ、前向きになれる言葉もありましたけど、はい、吉さんご覧になっていて振り返っていかがですか。そうですね、やっぱりこう結構僕人の性格ってやっぱりその幼少期だったりとか、そのやっぱり中高とかそういう学生時代っていうところの経験ってかなりこう今の性格を作ってるとか思うんですけど、やっぱりこう中学生の頃とかもうやっぱりこうご自身が好きなことに時間を費やしたりとか自分で判断して行動されてたと思うんで、そこが今に繋がっているのかなみたいなことを感じたりもしたんですよね。逆にそれは高校時代までいわゆるこう決められたカリキュラムに乗って朝何時に行って何時に終わってみたいなところにやっぱりこうはめられていくと結局それに慣れちゃって自分で選択するというのは逆にできない大人、でも大人になると自分で選択しなきゃいけないタイミング来るじゃないですか。逆にやっぱそれができない人がやっぱり多いのかなと思うので、やっぱりこうなんていうんですか、大人になってうまく成功する人って逆に若い頃にやっぱりこうまあやんちゃなことを含めてなんか好きに自分でいろいろ考えてやった人、いわゆるこう社会の
定義に当てはまらない人が、まあ、成功するのかなっていうのをちょっと今僕は聞いて思ってましたね。教育の問題も俺はマジですよあると思って、はい、マジです。大学出るまでずっと見習いでやらされるけど、社会出た瞬間お前なんかそうなんですよ、個人的にもここまであれおかしいですよね。いや、おかしい、社会の瞬間に個人を出すって言われるんですよ。あれ教育でずっとお前右習いやられてたのにいきなり個性を出せって言われてもそれできるわけないんで、あれも良くないと思うんですよね。だからやっぱね、海外の教育とかってやっぱ議論を常にやるっていうみたいなところに、そこら辺なんか調子取れると俺いいなってすげえ思ってるんですよ、ね、いやめちゃくちゃ思います、ね、結局今周りとかで活躍してる人も割とやっぱどっか外れてる人とかが多かったりとか、はいはい、義務教育の時にちゃんと義務してなかったりとか、人たちの方がなんかやっぱりあのまあ企画力とかあったりとか、やっぱなんか生き抜く力がすごいあったりとかするんで、はい、今個人の時代になってきてるっていうのも結構あるじゃないですか。そうですね、はい、そう、そういう人たちがやっぱ活躍できる時代なんだなっていうのもあるし、はい、それを踏まえて教育自体を見直した方がいいんじゃないかなっていうのは俺はめちゃくちゃ思ってますね。思いますね、それは。教育現場とか見てるとき、はい、まあ、でですね、本当に様々な、経験をしながらですね、様々な考えがですね生まれてきたと思うんですけど、今後こういくつになったらこんなことしてみたいなとかっていうプランとかあったりするんですか？結構もうなんかこうやりたいっていうのは、あ、でももちろんなんかそのあれですね、まあ、漫画家としてはやりたいことが結構やってるので、まあ本当にサイドビジネスでもないけど、とにかくまあ俺は企画がすごい好きなんですよね。面白いこと考えたりとかっていうのが好きで、それを実現できるっていう世の中になってきてるんですよ、 VR だったりなんだりとかする。だから本当に自分の企画力だけは自信があるんで、そこはやっぱ生かしてくれるところで一緒に働いたりとか、まあ、それで新しいものを作ったりとかっていうのをしたりとか、あとまあすごい簡単的に言ったらいろんなビジネスを作って売ってめっちゃ金儲けしたりとかしたいですね。まあ、ただあれなんですけど、まあ、まあ、純粋その自分の脳みそをうまく使って楽しんでいきたいなっていうのと、あとやっぱ将来もこうなるっていう、よりは俺はただただその時代の方が楽しみたい人間なので、だからやっぱ時代ってどんどん変化していって SNS もどんどんできるし、 Twitter なんかいずれとかもなくなったしとか変化になったし、そう、だからそこら辺っていうのは、だからそれに悲観するわけじゃなくて、まあ、AI 問題とかもそうで、はい、AI 出てきたから漫画が終わりだじゃなくて、AI の手を組んで何をするかっていう、はい、そんな考え方をしたい人間なんで、僕は。だからどんどん時代が変わっていくにつれて、まあ、アップデートしていくし、新しいものっていうのが触って、だから適応して、そこに付随した面白いものっていうのをどんどん経験したりとか、楽しんでいきたいなっていうのがあるんで、まあ、とにかくなんかそのね、技術がどんどん発達していく世の中を楽しんで生きていきたいなっていう気持ちが強いですね。いや、ぜひね、ここ、配信、この番組をね、ご覧に、なってる皆さんも、適応するっていうね、はい、生き方を大事にしてほしいなという、いや、そうですね、めちゃくちゃ大事だと思いますね。それはみんな嫌うから新しいもん、なんか、うん、あ、確かに変化を嫌うんですよね、本当に。俺 AI とかを気嫌いしてる書き換えるなって思ってるんですよ。わ、まあ、かりますよ、その法律的な意味でも、でも新しいものができたら絶対そう揉めるんですよ、揉めるけど、それを強要しないとまたアップデートしないんで、社会は。電話交換しとかなくなるじゃないですか、仕事なくなる仕事なくなるんですよ。そう、だからもうそこにしがみつくんじゃなくて、新しいじゃあ AI 来たら、じゃあその AI をどう制覇してやろうかとか、その AI とかでどう戦ってやろうかっていうのを考えても絶対いいんで、打ち切れてる絵描きはマジ出せるからやめた方がいい。本当にやめた方がいい、マジで。それをね、過激なね、それを。マジでそれを思うんですよ。無駄なんですって、あれは。本当に。マジでどうしようもないんで、その新しい。抗えないです。抗えないです。無理です、AI に関してはもう本当に。もちろん問題はめちゃくちゃあるから、そこに戻して議論したらいいんですよ。もちろん議論は必要だから、それで議論がないと新しいものができないから、議論はしていいんですけど、ただただ議論もせずに、許さんって言ってるやつはマジで意味がないんで、うん、だったらどう許さん、だから俺はこうしたいとか、そういう建設的なことを言った方がマジで、それが絵を描け。そう、直けていく暇があったら、もしも描け、マジで。その方がいいから、絶対。そう、本当に。もう即実行。いや、本当に、だったら漫画とか描けばいいんですよ、イラスト描いたりとかね。ということでですね、このグラフ描いていただきまして、ありがとうございました。はい、以上、徹底解剖、八代亜紀さんの人生グラフを紐解くのコーナーでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ではですね、最後に岩瀬さんからのね、お知らせお願いします。はい、それでフィールズ TV ですね、ぜひともチャンネル登録、高評価のほどお願いいたします。概要欄に、八代さんの URL も貼ってありますので、ぜひそちらの方もチェックお願いします。お願いします。